では最初にビフォーの状態がどんなスタイルで、はい、どんな色だったかっていうのを見てください。はい、はい、ビフォアが、最初ウルフベースの前上がりのちょっと後ろが重めなウルフベース、あのウエイト高くないものですね。で、色がブルー系のインナーカラーがちょっと入っていたのがちょっと残ってる感じでしたね。でちょっとチャケてる感じ、赤みが少し出てますね。事前に染めていただいたのはどういうふうに染めるんですか？アッシュマット、ベースはアッシュマットにして、で色味、毛先、あのインナーの色味は少しベージュっぽくかぶしました。ほんの少しですね。あんまり青み、なんかインナーカラーって変えすぎるとやっぱ傷んじゃったりとかするので、まあその持ってる素材を生かしてちょっとベージュを足した感じかな。染めていただいたアッシュマットっていうのは大体何トンぐらい明るさでしょうか？色味自体は8トンと9トン、はい、はい、ありがとうございます。で今カットお願いします、はい、カットの流れとその都度何かポイントがあれば、はい、今回あのモデルさんがそのなんかウルフベースのちょっと重めなミディアムでいらしたんですけど、なんか遊ばせきれてないというか、収まってない感じがしたので、まあ、カウンセリングをして、まあ、ただ縛れる長さギリギリっていうのがあのカットの条件だったので、あの後ろの長さを詰めて本当に縛るギリギリ、縛って1センチ2センチ出るぐらいの長さを設定したんですけど、あのビフォアが量感が取ってないっていうんですか、後ろが重かったのでウエイトの位置は長さを切ってちょっと上げてグラデーションを少し入れたボブですね。で、顔周りはすでに前上がりだったのであんまりこう取ってないんですけど、ただ縛った時にわざと遅れ毛が出るように顔周りには遊び毛を作りました、はい、であとは表面にあのモデルさんちょっとビフォアでは分かりづらかったと思うんですけど、ほんのちょっとパーマが残ってたので角を取るぐらいのレイヤーはほんのちょっとだけ取って入れてます。乾かしてからのカット、ドライカットの時はどのような調整をされたんですか？ドライカットは顔周り、あその最近の流れだと前髪薄いのが流行ってるじゃないですか、うん、でも薄くしてこの遅れ毛遊びの髪の毛を作るとみんな縛っちゃうんだよね。こうわざとなくなっちゃうんだって、お客様が言うにはこう縛った時にこうせっかく作ってくれたのが見当たらなかったっていう方がすごく多いので、あえてドライでもう気持ち多めに作ったんですけど、それをドライで調整しました。なんか少なくするやっぱりのって微妙に難しくて、遅れ毛みたいになじんじゃうから、ちゃんと遊び、この子は遊ぶ飾る髪の毛だよみたいなこう感じのものを作ってあげた方が楽かもしれないですよね。スタイリングの方法お願いします。スタイリングの方法、はい、まあ、骨格をイメージしながら根元からドライヤーをして、ただ分け目、その前髪が少ない、方が最近多いから、前髪が少ないとどうしても分け目がついちゃうんですよ。だから分け目がつかないように根元の補正をちょっとだけして、でわざと根元のところを少し立ち上げて起こしてあげるような感じでスタイリングドライをします。ある程度フィンガーブローで作った後に軽くだけアイロンでフェイスラインとトップのオーバーセクション、立ち上がりがつくように、あのよりそのさっきぼかしたところがよりちょっとボリュームが出るように少しだけアイロンを足しました。はい、アイロンはどれくらいのサイズを？アイロンはね、19ミリかな、うん、で、巻きすぎない、あの本当に、カールをつけるためのものじゃなくて根元の立ち上げをするぐらいの感じで使いました。もう仕上がった時の毛先のふわふわとした動きはもう乾かした時に作っている？そうですね、パーマでねじ、パーマをその前かけたパーマをねじりながら出して、でそれがふわっとした感じ でパサつきが出てるところだけ熱を当てて、本当カールっていうより熱通す感じかな。ジャミのスタイリング剤は何を使ってどういうふうにつけてばいいでしょうか？おすすめはバームです、うん、がナチュラルなあのオイル。つけ方のコツもありますか？まあね、そうだな、やっぱり毛先からつけることかな。
あの全体に最終的にはつけたいんですけど、一番最初に触ったところにたくさんついちゃうので、一番最初に毛先のパサついてるところをつける。でその後に指を通していく。で残ったものを前髪につける。はい、スタイルのテーマ、イメージ、そうですね、ちょっと元気、あの秋冬、まあ、秋に発売なんですけど、少し、まあ、コロナ禍でね、あの元気がないなって思ったりもするので、まあ、明るい色を着てマスクつけた時もちょっと明るく元気になるようなイメージで、ちょっとポップなお洋服を選んだんですけど、なんかお顔隠しすぎずでも動きがあるみたいなものをイメージしました。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。